ホモグリフである、ラテン文字の小文字の A とキリル文字の小文字の A を重ねて表示したもの。どちらの文字もヘルベチカ LT、STD が使用されている。聖書法やタイポグラフィにおいて、ホモグリフとは同一、または非常によく似た形をした二つ以上の初期素、文字、字体のことである。この故障は、このような特性を持つ複数の文字の列についても適用される。 シノグリフとは、見た目は違うが、同じ意味を持つ事態のことである。シノグリフは、非公式には、標準変化形とも言う。ホモグラフという用語が、ホモグリフの同義語として使われることもあるが、通常の言語学的な意味では、ホモグラフとは、綴りは同じだが意味が異なる単語のことであり、文字ではなく単語の性質である。日本語では同綴り意義語という。2008年、 ユニコードコンソーシアムは単一の用事内の文字の視覚的な類似性や異なる用字内の文字間の類似性に由来する様々な問題について技術報告書36を発表した。歴史的な観点から見たホモグリフの混乱の例としてはの文字を含まない書体で古い英文を表記する際にを表すために Y を使用したことが挙げられる。これは現代では イオルドショッペのような古い英文により、ザという単語が以前は、イエ、ジ、と書かれていたと誤って暗示してしまう現象に繋がっている。詳細については、お参照のこと。ホモグリフ記号の例としては、トレマとウムラウと、ハイフンとマイナス記号などが挙げられる。数字と文字の間では、数字の1と小文字の L、数字例と大文字の O は、それぞれ常に、 別のコードポイントでコード化されているが多くの本とでは非常に類似した事態が与えられている。事実上、文字のすべてのホモグリフ体は明確に区別可能な事態と別々のコードポイントにより表示上で区別できる可能性があるが必ずしもそうなっているとは限らない。1と L、0と O のホモグリフを強調的に区別しない書体は数式や URL。 ソースコード、ID など文脈から判断しなければ、どちらの文字か判別できないようなテキストを書くのには適していないと考えられている。そのような用途には、例えば斜線付きゼロによって字体を区別するフォントが好ましい。機械式タイプライターの時代には、ウムラウトとトレマは同じキーでタイプされていたが、二重反転カンマにも使用されていた。しかし、ウムラウトは、 元々は二つの短い縦線として生まれたものである。ちなみに、アルバニア語の E の上にある二つの点は、トレマとして記述されているが、トレマの機能を果たしていない。今日使用されている二組の一般的で、重要なホモグリフは、数字の0、大文字の O、および、数字の1、小文字の L、大文字の I である。初期の機械式タイプライターの時代には、 これらの字体の間にはほとんど、あるいは全く視覚的な違いがなく、タイピストはキーボードショートカットとして、それらを互換的に扱っていた。実際、ほとんどのキーボードには、数字の1のためのキー自体がなく、ユーザーはその代わりに小文字の L を入力していた。また、いくつかの機種では、数字の例のキーもなく、O で代用していた。 1970年代にタイピストだった人たちが、1980年代にコンピュータのキーボードオペレーターに移行したため、タイプライターでの習慣がそのままコンピュータにも持ち込まれ、これが混乱の原因となっていた。体積の単位のリットルの記号は、単位名称が人名由来ではないため本来は小文字の L となるが、数字の1と似ていて、紛らわしいことから大文字の L とすることが推奨されている。 現在のほとんどの書体デザインでは、これらのホモグリフを慎重に区別しており、通常は数字の0を文字の O よりも幅を狭くし、数字の1には上部にセリフをつけている。初期のコンピュータのプリントアウトでは、数字の0に斜線やドットをつけて、明確に区別していた。しかしこれは、キタゲルマン語群の文字、フェーズやギリシャ文字のファイトの新たなホモグリフを生んだ。これらの 文字を区別するための事態の再設計は混乱を少なくする。二つの異なる文字が同じように見える程度の度合いを視覚的類似性という。日本語においては漢字、カタカナ感及び各文字種内に複数のホモグリフが存在する。例えば JPRS がホモグラフ攻撃に関連して提出した意見書においては以下のものが挙げられている。 破壊しにステファン・シュショウト・コウスキーと刻まれているが、イーファン・シュショウト・コウスキーのように見える。複数の文字の組み合わせが別の文字と似た形になるものがいくつかある。例えば、RN と M、CL と D、VV と W などである。一部の共感各フォントでは、JLI などの文字の隣に C を配置すると CJCL 値のようなホモグリフができてしまう。 いくつかの文字が隣り合って配置されていると、一目見ただけでは関係のない別の文字であるかのような、視覚的な印象を与えることができる。これをより正確に言うと、合字の中には別の文字の字体と似たように見えるものがある。例えば、ファイの合字はいくつかの書体やフォントでは、A のように見えることがある。このような混同の可能性は、合字の使用に反対する論拠になることがある。 ヨーロッパでよく使われている3つのアルファベットはユニコードでは完全に別のコードポイントでコード化されているが多くのホモグリフを共有しているユニコードの文字セットには多くのホモグリフが含まれているこれらは様々な状況においてセキュリティ上のリスクをもたらすが最近では国際カドメイン名に関して特に注意が払われているある文字をそのホモグリフに置き換えることで ドメイン名を意図的に詐称し、本来のドメイン名と容易に区別できない別のドメイン名を作成してフィッシングに悪用される可能性がある。多くのフォントではギリシャ文字のキリル文字のラテン文字の A およびラテン文字の A キリル文字のは視覚的に同じである。ドメイン名は別に登録された名前の中でこれらの文字のいずれかを別の文字に置き換えるだけで成りすましが可能である。 また、愛と、えと、と、え、と、など、同じ用字の中でもホモグリフが多数存在する。このセキュリティ上の問題を議論する際には、類似した文字が2つ並んでいても、ホモグリフのペアとみなされる可能性があるか、あるいは明らかに単語であるように見える場合には、疑似ホモグラフとみなされる可能性があるという観点から、評価することができる。中国語では、多くの艦体字は対応する。 反対時のホモグリフである。ホモグリフの混同のリスクを最小限に抑えるために、ドメイン名のレジストリやウェブブラウザの設計における努力が行われている。一般的に、これは、複数の言語の文字セットを混ぜた名前を禁止することで、達成されているは、同じ用字であることから無効になっていない。カナダの、サのレジストリはさらに一歩進んだ形で、 ダイアクリティカルマークが異なるだけのドメイン名は同じ所有者が同じレジストラに登録することが義務付けられている。漢字における、簡体字と反対字の扱いは様々である。ORG とインフォでは片方を登録するともう片方は誰も利用できなくなるが、ビズでは簡体字と反対字の2種類のドメインがドメインバンドルとして扱われ、 両方とも同じ DNS サーバーを指すようになっている。関連するドキュメントは、開発者のウェブサイトや ICANN が提供する、イドンフォーラムに掲載されている。あらゆる種類のホモグリフは、二重化ン化と呼ばれる、プロセスによって検出することができる。このプロセスの最初のステップは、ホモグリフの集合、すなわち、同じように見える文字を識別することである。ここから、 ホモグリフの集合を表現するための単一のトークンが指定される。このトークンをカノンと呼ぶ。次のステップでは、カノン化と呼ばれるプロセスでテキストの各文字を対応するカノンに変換する。二つのテキストのカノンが同じでも、元のテキストが異なる場合、テキストにはホモグリフが存在する。ありがとうございます。